3倍ぐらい面白い。谷川の方に体を落とすときには、そうすれば早く切り替わってくる。今のより1メートル手前に切り替わる。そういうのがいいじゃん。はい、ありがとうございます。こういうことかな。うまく壊してますね。これぐらい掘れた方が全然面白い。そうです。そうだよ。いいんだよ。いいじゃないですか。今はできた。本当に切り替えるだけで終わっちゃう。そうそう、本当マッチ。何もしないで降りてくる。踏む必要もないし。スケベ心が。そうそうそう。あ、また手が来てる。やっぱね、はい、大げさじゃなくてこれくらい。あ、はい。ビデオ撮ったんで、はい、後で確認します。はい。特にストリートでダブルのところは、はい、もうなるべく切り替えだけで、はい、こうやって膝倒してまっすぐ落ちていって感じで、ここに当てるようにするといいです、はい、そうすると抵抗がだいぶ手で当たろうとすると抵抗が大きいんで、膝と手と両方で当てるといいです、はい。こうやってでも肘の位置、肘見てても肘の位置変わってない。こうやってだからこうやってやるじゃない。分かった。後ろ掘りてきたらポールと自分の足場が遠くなっちゃう。そしたらもう片手で行きます。溝の壁のところに息を壁を押し上げて。長野さん、滑りはね、すごい良くなってるんですけど、あれ、何か見えますか？スタート前とかで、膝、両方の膝を、こねくり前からスタートしてみてください。テールをやっぱりこう、流そうとして、流そうとしちゃうんで、これ気をつけて、はい、このまま維持立てて、下にこう落としていきます。なんであんなチンタラ滑ってんだあいつは。ストレートの入り方分かってねえな。あとほら部分的には決して悪くないんだよ。ただ全体的に言ったら左右ちょっと突き動かしすぎ。それよりも先々見てここは突っ込めるとこはもうできるだけ横の動きをコンパクトにしないと。あ、
あんま全部こうやってフラフラ来るボールただその場でその場で対応するんじゃなくて、もう三走機手前を狙っていくぐらいの意識でバチバチバチって降りてこないと。それともっと内藤絶対するな。もう内藤してたら絶対スキー速くなんないよ。外スキー乗っかって外足乗ってこう。見てて見てて。足首曲げろぞ。